ワイワイワイルド。どうも、ワイルドの会、会員ナンバー6番、サワポワでございます。今日もカード開封やっていきます。今日開封するのは、ちょっと珍しいというか、変わったオリパ、まあ、副パックっていうのかな、になります。実店舗で、カード店舗を、チェーンで構えてらっしゃる、ミントさんにお邪魔をしてきました。で、ミントさん、首都圏を中心にね、何店舗もあるんですけども、そのうち私がちょっと行ったことがない店舗に初めてお邪魔をして見たところ、アイドルオリパ、アイドルのカードオリパというものがあって、まあ、珍しいな、気になったというところで購入をしてきました。1パック1000円というところで、まあ、在庫はまだあったんですけれども、今回はまあお試しに3パック購入をしてきました。で、副パックの当たり枠もですね、あまりこう写真が出てたりっていうわけではなかったんですけれども、一応ポップアップに書いてあったのは、小倉優子さんとか、安田美沙子さんとか、あと安めぐみさんのサインカードなのか、まあ何かしらのレアカードが、一応当たり枠というふうになっているみたいです。はい。多分知らない方って言ったら失礼ですけど、存じ上げない方がたくさん出てくるんだろうと思いつつ、まあ知ってる方が出たら、まあおそらく懐かしい方だと思うので、懐かしみながら見ていきたいと思います。はい。じゃあ早速1パック目開けていきたいと思います。どうやって入ってるんだろうな。はい。なので、まあ、小倉優子とか安田美沙子って、年が近くってドンピシャっていうわけではないんですけれども、まあ、ね、当時どのぐらいだろう。中学生ぐらいの時に、それこそヤンジャンとかね、そういったところのグラビアにたくさん出てた時代を、見てきているので非常に懐かしいなっていう感じです。はい、中にスリーブ入りのカードが何枚か入ってますね。どうしようかな、1枚ずつ表から見ていきましょうか。1枚目、はい、安めぐみさんですね。これ大丈夫かな、写していいものだけですよね。入ってるのってジューシーハニーとか入ってないですよね。はい、安めぐみさんのメモラカードですね。はい、まあ、せっかくなんでコレクターなんで、まあ、サイン系とかね、珍しいところ引いていきたいなとは思いますけど、2枚目が、はい、出ましたよ、小倉優子さんのサインカード。はい、このサインは小倉優子本人のものであることを証明します。このなんか嬉しいですね。はいはい、当時のこれいつ発行された、2010年発行なんで、発売なので9年前、約10年前ですね。はい、小倉優子凛って、まあ、ご結婚とかもされたし、お子さんも生まれたと思いますけど、何歳なんでしょうね今。はい、でもまあね、この小林製の当時の可愛らしさとこのサインがいい具合に載ってるので、あ、これ結構嬉しいですね。はいはい、ちょっと買ってよかったなって今思ってます。はい、はい、なんかスケベな笑いになっちゃってすいません。はい、もう一枚入ってます、いきましょう。これ楽しいな。3枚目いきます。はい、今度はこれはなんだろう、メモラーカードなんですけども、上原美優さんの何カードっていうんだろう、あ、ボトムだからビキニのここのメモラカードをですね、あ、上原美優さんってあれですよね、亡くなった方ですよね、もう何年も、このカードも2010年発行なので何年も前にね、お亡くなりになってすごく賑わせてた方ですよね。あ、なるほど、そういう方も入ってるんですね。はい、なんと言ったらいいのか分かりませんが、とても懐かしいというか、はい、そんなような気がしました。大切にさせていただきたいと思います。はい、じゃあ2パック目いきたいと思います。はい。ので、このボリュームで入ってるのであれば、まあ、正直この方々のサインカードとかが今どのぐらいの
プライスを誇るのかって全く知りませんけど、まあ世の中知らなくていいことってたくさんねありますから、こうやって開けて楽しむっていうのが一番なんじゃないかと思い聞かせておきます。はい、じゃあ2パック目もいきます。2パック目も何枚か入ってるので、じゃあ上から見ていきたいと思います。重なってない。はい、1枚目こちらですね、青島明奈さんのメモラーカードですね。青島明奈さん2009年のカードですが、ちょっとこの方は残念ながら私は存じ上げていないんですが、知ってる方いらっしゃいますでしょうか。はい、2枚目、これ2枚目がじゃあサインっていうことなのかな。いや、そういうわけでも、あ、そう、どうなってるな、なんだこれ、行きましょう。ドンドンドン、あ、くっついて、なんかパリっていうスリーブの擦れる音がしましたけど、はい、2枚目でが、あ、これなんかアイドルカードによく入ってると噂のリップキスマークのカードですかね、浦野和美さんか。はい、あ、浦野和美さんってあれか、AKB に在籍されてた方ですよね、間違いないですよね。はい、なんとなく覚えがあります。はい、浦野和美さんのダブルレアカード、あ、このキスのところとメモラが入ってるってことですかね。はい、ありがたいですね。はい、それから3枚目が、あー、これはいいですね。はい、結城真央美さんのピンスポットビキニカードですね、メモラカードが当たりました。はい、なるほど、ここに番号が振ってこれが多分ビキニのバッグお尻の部分だと思いますけど、番号が振ってあってどこの箇所かが分かるということで、15番なのでちょうど左上のあたりですね、腰の下くらい。なるほど、これはちょっとどう感想を述べたらいいのか分かりませんが、いやー、もうちょっと、しかもこれ47と48の間にこう抜け板があるっていうのが、なんかこれはこれですごい気になるんですけど、何なんですかね。はい、ちょっと私こういうアイドルカードをなかなか開けないものなんですから、ご存知の方いたらぜひ教えてください。はい、ということで2パック目ですね。はい、じゃあラストアイドル福パック3パック目開けていきたいと思います。いや、これ面白いな、これな感じでね、なんとなくというか、こう懐かしい感じの方々と言ったら失礼ですけど、がこうコンスタントに出てくるのであれば、もうちょっと追加しに行ってもいいかなって今思ってます。はい、じゃあ3パック目いきます。3パック目も2枚以上は入ってるので、上から見ていきたいと思います。お、これは顔でわかる、安めぐみさんですね。安さんのメモラーカードですね。これもピンスポットビキニカードですね。はい、あ、これはあれですね、このビキニのブラの方ですね。ブースターでいうと多分この辺のね、ここら辺のカードですね。なるほど、アイドルカードはこういうデッキになってるんですね。これが、22番ということなので、22番、はあ、ここですね。はい、何とも言えない、こう周辺のあたりという感じですね。あ、これさっきの2枚目に出た結城真央美さんのカードも、こっちが番号か、これがビキニ番号49分の41、だから私が当たったの41番、あ、ちょっと下の方だったんですね。はい、どっちの方がいいんでしょうね、わかりません。ちょっとそこはもう皆さんフェチの世界ですからね。はい、じゃあ2枚目、これなんかサインっぽいな、個人的にはサインの方が嬉しいので3枚目下いきます。さ、木口彩さんですね。木口彩さんのまた、ビキニ系の
カードですね。31分の11、木口彩さんも漢字とかはね出てくるんですけど、どういう活動されていたか、まあグラビアの方だったと思いますけど、パッと出てこないのが大変申し訳ないんですけどね。はい、11番なので、あ、今回こそこの先ほどのちょっと左上の部分っていう感じですね。はい、ここ必ず抜け板になってるんです。あ、ここがなんかワンオブワン的になってんのかな、なんかそういうことか。なんかいろいろあれですね面白いですね。はい、ということで3パック目のラストですね、見ていきたいと思います。せーの、誰だ、顔でわかるか。あー、これは、おー、ここはいいじゃないですか。これ当たりですよ、個人的には。磯山さやかさん、磯山さやかさんの、これ直筆サイン、直筆サインカードですね。オートグラフカードが当たりました。はい。120枚限定ということですけど、磯山さやかさんの直筆サインカードが当たりました。はい、まあ、磯山さんといえばね、結構あの野球方面のバラエティにも出られてたりしますね。まあ、あの思い入れは深いですね。はい、はい、ということで3パック開けて、まあ、いろいろ出まして、特に直筆で言うと小倉優子さんの直筆と、磯山さやかさんの直筆が出ました。はい、これは結構嬉しいです。なんかこうなってくるとちょっとね、安田美沙子さん狙いに行きたくなっちゃうのでね。はい、ちょっとまだも在庫があったと思いますので、後日機会を見つけて買いに行きたいと思います。はい、またあのこの開封面白いと思っていただいた方は、ぜひぜひ今後も見ていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまたご覧いただけると嬉しいです。ありがとうございました。ワイルド、やっ